ゼッケン158番伊藤慎、初優勝を目指します京都支部伊藤慎、そして今大会2階級制覇をかける極真の小さな巨人、木立博之です。さあ中量級の決勝戦、今太鼓が鳴り響きました、はい、混戦しましたね中量級は、本当に予想が難しい階級でしたね。その中でこの2人が出てきたってことは、やっぱり本当にこの2人の実力とか運とか、はい、今の勢いを感じますよね。そうですね、特に今も出てますが木立博之が、あの青銅会館の元気者澤田を、ノンストップで潰しました。そうですね、もう本当走り出したら止まらない聖剣攻撃ですが、伊藤選手に関してはそうはいかないと思うんですよね。はい、そうはいかない、はい、逆に画面右側伊藤慎の方は、まあるいはというような劣勢の中から最後の最後後ろ上段回し蹴りで逆転勝ち、まあ本当蹴り技強くて、しかも今回は優勝してやろうという気持ちが非常に強いんで、はい、やはり形としてはこの伊藤の蹴り、はい、それに対する木立の突きということになりましょうかね、はい、そうですね、でまたちょっと打ち方は違うんですけども、似たようなタイプの福田選手が、はい、伊藤選手にやられてますからね、福田達也も伊藤慎の前に涙を飲みました。そういう意味では、研究もしてるし対策も練ってると思いますから、そういう突きできる選手に対しての、ね、戦い方というものも、ね、はい、こういう前蹴りとかなんか有効的ですよね、さあ前に出る、回り込んでますね伊藤選手が、ちょっと畑野さんも見ててもなかなかどちらがというような感じにねえ、どちらが優勢かなというなかなかわからない展開ですね、ちょっとわからないですね。さあこちらが木立博之、これは伊藤氏に対して掴みという注意が与えられました、はい、さあまた飛び込んでいった木立、残りあと1分かかと落とし、どうしてもあえて接近してきますからね、掴んじゃうんですよね、なるほどね、膝蹴りでも打ってやろうと思った時はですね、とにかくもう木立は前に出て前に出て、前を詰めてこの膝蹴り、あるいは持ち前のこの突きを叩き込んでいく、一方のこの伊藤の方はどうしても突き放したいんで、そうですね突き放したいですね、下がりながらだから、はい、うまく上段とか打ってますけども、ちょっと効いたかな、ちょっとボディが効いたかもしれませんね、ちょっと伊藤の動きが止まった、半身になる場面がありましたね、はい、これだけの下突きを食らえばいかに伊藤慎でもちょっときついか、残り30、さあ2階級制覇に向かって木立のラストスパート、さあ木立が出ます、蹴りで応酬しようとするがその間合いを殺しに行く木立、完璧に間合いを詰めて伊藤のスタイルを潰しにかかっています、もう止まりませんね、本当によくこのスタミナが続きますよね、本当に練習量が忍ばれます、木立博之、さあ2階級制覇なったか、赤が上がれば木立の2階級制覇、一変に赤が上がった木立博之、去年の軽量級に続き今大会は中量級、見事な2階級制覇を成し遂げました。いや本当